今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス、略してたまりラはい、大村さん、今週は私ね、絶対に噛まないようにと思って噛まなかったんで、丁寧に言わせていただきまして、先週ボロンボロンでしたけれども、今週も、実は先週同様に、私と大村さんの距離が結構空いておりまして、この間に来ていただいております2週続けてのゲスト、ナースハウスから八重さん、そしてゆきさんでございます。よろしくお願いします。なんと、2週にわたってですから、先週放送してですね、一回みんな帰って、そしてまた日々1週間過ごして、そしてまた集結して、この距離感保っときたいねどういうことですかそれ、この距離感保っておきたいって、でということで、先週も紹介しましたけども、ナースハウスという、現役ナースさんであり、しかもまあこうライブ活動をしたりとか、曲を通してなど、まあ、いろんなところでこうナースという仕事に慣れ親しんでもらいたいという啓蒙活動するグループから2名来ていただいておりますけれども、改めまして、その私のすぐ横にいますのは八重さんという方で、看護師さんプラス助産師さんであり、なおかつ妊産婦妊産婦職離乳職アドバイザー、八重さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、そのお隣、大村さんのお隣は看護師さんプラスモデルで、ゆきさんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆきさん、でもモデルっていうのは、あんまり看護師さんプラスモデルってことないじゃないですか。そうですね。そうですよ。いつからモデルになっちゃったんですかね。いつから、そうですね、6年ぐらい前ですかね。結構な前やね。前から。でもね、大村さんだって、例えば私がこれからモデルをやろうと思ったって、今もだって、それで八重さん鼻で笑いました。シニアモデルとかあるからね。シニアモデルじゃないの。シニアモデルあるよ。あのかっこいい、最近お腹ポッコ入れてきましてとかって言ってあるやん、そんな。じゃそれはあれでしょ、通販のなんか。シニアモデル、結構登録してるらしいよ。いや、そうですけど、違う。頑張れ。違うの。俺が言ったのはそういうモデルじゃなくて、それちゃんとこうランウェイというのを歩くね。ランウェイっていうんですね。ランウェイですよね。ランナウェイじゃなくて。ランナウェイ。全然話進まないからちょっと間挟まないなっていうか、そうな、モデルになりたいと言ってもなかなかやっぱ慣れない人の方が多いわけですよ。だからこうね、ラジオだから見えないですけどね、ゆきさんなんてパッと見やっぱちょっとモデル風のモデル感があるよね。モデル感ありますよ。だからそれをどこからそういう風に志してね、どういう風になっていったのかというのを聞きたいわけです。5、6年前ぐらいから、そうですね。でも本当は昔から、昔っていうと結構も昔で、結構昔で、ちっちゃいからだ。そうです、そうです。ちっちゃい昔話。昔も昔に、もう幼稚園ぐらいの時からずっとそういう芸能活動をしたくて、でもまあいろいろオーディションとかも受けたかったんですけど、遠方だったので新潟なんですけど、出身が。なるほどなるほど。で、やっぱ親の許可がないとやっぱり未成年はいけないですから、いけなくて、でずっと行けなかったんですけど、どうしたんですか。なんか言えない話が近づいてきました。高校生終わって進路をどうするかっていう、で、まあ、親の両親ですかね、両親に、まあ、看護師なんかいいんじゃないかって、それだって大変ですけどね、看護師でいいんじゃないかってなって、で、まあ、看護師になるのであれば、東京に行ってもいいよという、なるほどなるほど、が出たんですよ。ちゃんとしたお仕事ですもん、それしっかり。で、とりあえずあなたは看護師の免許を取ったら好きなことをしていいよと、そういう許しを得たというか、とりあえずそういう許しを得て、もうじゃあ
なるほど。もうその隠れ身のやかとりあえずに、とりあえずなれば、なれば、あ、そうですね。で、なんか勉強して、看護の道に、いや実際なるわけですね、はい、卒業するじゃないですか、看護師を卒業して、はいはい、でその頃にはちょっとやっぱり、看護師の職業は、あの本当に、なんです、人のためのためになる、はい、もちろんですね、なるから、すごい素敵な職業だなって思ってたので、やっぱり、せっかく資格を取ったから、はいはい、少しやっぱり働いてから、っていう資格を取るだけじゃないですね、そうですね、はいはいはい、しっかり働いてからと思って、まあ、少し病棟で働いた時に、その昔の夢をやっぱり思い出して、病院の廊下歩きながら、すごい、どこででもできるんですね、そのイメージは歩きながら、そうですね、思い出して、ちょっとその夢にチャレンジしようと思って、それでオーディションとか、その受けに行くわけですか。そうですね、まあ、オーディションというか、はいはい、そう、最初はなんか編集部みたいなと、へえ、なんかちょっと活動させてもらって、雑誌のモデル的な、そうですね、雑誌の、そうですね、まあ、ちっちゃい、すごい月刊ナースとか、いやいや、まあ、なんかそんな雑誌ないですよ、フリーペーパーとか、フリーペーパーとか、フリーペーパーみたいな雑誌、ちょっと俺個人的に月刊ナースそこなんですけど、月刊ナースが ありそうじゃないですか、ないんですか月刊ナースって、月刊ナースありそうですね、ありそうですよね、なんか月刊ホスピタルとかさ、ない、あ、ホスピタルありそうですね、ありそうですよね、でそこの中であの点滴ウォークとかさ、何ですか点滴点滴ウォーク、あー、あの走らせながら点滴をね、ちょっと踊りながら点滴、点滴のか相手みたいな、でもイメージ変わるかもしれないですね、点滴を相手にだから、はい、社交ダンス、ね、社交ダンスみたいな感じで病室が入ってきたら、点滴嫌いな人も点滴受けようかなって仕事でもうあのお散歩も点滴しながらお散歩する患者さんもちょっとそれ習って、あ、そうか、でそれ用のおしゃれとかね、おしゃれとか、あ、それはでもまあものすごいコアなファンはいたんですけど、あ、一般的にどうかね分かんないですけど、いやそうなんですよ、だから看護師さんをしながらモデルさんという人がそのナースハウスの中にはいるんですけど、うん、他にも先週もちょっと言ってもらいましたけど、うん、いろんな人が本当にいて、うん、何かアロマテラピー、うん、アロマセラピスト、はい、セラピストであったり、メディカルアロマ、メディカルアロマっていう領域あるんやん、何ですかメディカルアロマ、医療アロマ、そうですね、そうですね、日本語に書いただけやね、すいません、そのままって突っ込まれてますね、いや、そうです、そのまま、え、それどういうことですか、例えば病室とかでこのアロマを焚いていた方がこう患者さん その様子がいいとか、そういうことですか、多分リラックスできるとか、気持ち的に、やりましたよ、この番組のタイトル、魂のリラックス、いや、ちゃんと言ってくれたね、そう、俺らよりも全然ちゃんと言ってくれてますよ、ね、忘れたタイトルね、忘れてます、でもアロマっていうのも、実際にこれ多分あの医薬的には言うとあかんことですけど、うん、多分この匂いで何かの症状が緩和するとか、うん、治癒するとかっていうのが実際あり得ることだと思いますよ、だから医療アロマっていうのは多分今の その医学の範疇の中ではこう、うんうん、何やろ、補助的に、うん、扱う感じかもしれへんけど、はいはいはい、ちゃんとこれ踏み込んでいったら、うん、ちゃんと医療の分野として成立するようなものではないかというふうに僕は思いますけどね、思わないですね、うん、ね、あとはあのいろいろあれが舌下にさ、こうあのホメオパシー的なことだったりとか、うん、ああいうのもね、きっとね、その西洋医学としてはちょっと立ち入れない領域ですけど、うん、きっとあると思うんですよね、うん、まあ、でもそういうまあ匂いであったりもそうですし、例えばそう看護師さんがねちょっと優しかったとか、うん、そういうことだけだって、うん、こっち側としてはすごい安心感あるわけです、すごいふわっとした方行きましたね、え、いやふわっとした方行きましたね、だってこれ今の話ずっとしてたらもう終わっちゃうんですよで今週は実はナースハウスもう一曲曲がありまして、オリジナル曲がね、でその曲をかけないといけない、あのそのねでも僕は体験あるわ、体験ある、1分で終わらせてもらっていいですか、いいですね、こうなんかね入院したことがあるんですよね、そうそう、その時にあの看護師さんが来てね、うん、なんかちょっと優しくね肩のあたりとかピッて触ってくれただけで、うん、あ、なんか大丈夫かもしれんなって思うじゃないですか、そうそう、わかりますよ、あれはありがたいね、うん、
おお、すごい、30秒でまとめましたよ。えらいでしょそう、でもやっぱりね、私たちもこの前、先週かその話しましたけど、ちょっと病院って慣れないから怖いんですよ、もう根本的に。だから例えば看護師さんがちょっとこう優しく笑ってくれるとか、あのこっちですよって言ってくれた時に優しくこう声かけてくれるだけでちょっとホッとするのが分かります。泉ピン子さんみたいなね感じのでガッと来られたらおーってなるもんね。ピン子さんも普段優しいんですけど、ピン子さんも普段優しいですけど、役でああいう役は多いですけど、ね、まあ来られたらさ、でもこんなねお二人みたいな感じでふわっと来られたらちょっと血でも大丈夫かな思うとね。思いますよ、だって八重さんなんてもうホワーンってしてますもん、ね、ホワーンしてるね。してますか。ホワンとしてます、ホワンとしてますね。A さんはだからこう助産師さんですから、言ったらこう先生、子供がバッと出産するときにいてくれる人ですもんね。だからその時はテキパキってやってるわけですよね。テキパキっとわーみたいなことじゃないですよね。出てきたやばー出てきたよー言ってあら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 みたいな、そういうことじゃないですよ、ね、でもな赤ちゃんの泣き方も変わるよね。現場は緊迫してる。いや、そら現場は緊迫してる。そらすごい。しておりますが。でも、あの、もうほんわかした、もう生まれたら、ほんわかしたこの家族の時間が。まあそうです、そうです、そうです。幸せに満ち溢れてますね。そう、3年前ですよ、ちょうどね。忘れもしない。バレンタインデーだったんですよ、私。おー、子供がね、朝6時半頃行って、もう、ピピピピなる機械をいっぱいつけられて、ピピだね、私じゃないですよ、その奥さんの、ね、ピピピピその血圧なのか脈圧なのかなんかつけられて、でうちの奥さんはその分娩台に登ってから10分ぐらいで産みましたから、めっちゃ早かったんですよ。だからなんか準備してますので待っててくださいねと外で待ってる間にもう生まれますから来てくださいみたいになって速攻ね、速攻。ほんでなんかドラマとかで見る子はあーみたいんじゃなくて、一回下向いてくださいって奥さん言われて、ふーって下向いたらね、生まれちゃった。いや、よかった、よかった。ほんとに。あー、いいね。びっくりしました。いや、いいねって、まあ、男が簡単に言っていいか分かんないですけど、でも、楽だったって本人もね、思ってたよりは楽だったって言ってましたけど、まあ、そうじゃなくて、何十時間もね、ずっとこう苦しんでる人もいるじゃないですか。そういうところに多分、八重さんいたらね、ちょっと癒されると思う。癒されるね。本当ですか。テキパキしてるんですよね、お仕事の時は。お仕事の時は、はい。そうですよね。はい、テキパキと仕事をしてるんですけど。お産の時はあの、ま、生まれたらみんな穏やかになりますね。ありがとうございます。いやいや安心しますよ。ゆきさんは、うん、内科なんでしたっけ。ゆきさんね、そう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 、今両立してやりたいので、はい、あの固定の職場を持ってなくて、はいはい、主に夜勤専門で働いてます。夜勤は大変やね。夜勤はそうですね、起きてる時間が長い。そういう大変さ。そうね、昼間はなんか自分のことしててモデルのあるもあるかなあかんし、昼間も起きてるし、夜間も起きてるし、起きてる時間が長いよいうこと。それはあんまダンス関係ないですよね、起きてる時間。そうですね、なんか夜はやっぱりでも夜って何かしら事件がやっぱり起きるんですよ。どういう、何どういう、なんていうんですかね、やっぱり。ほらさ、ハマってますよ。なんか事件、夜って本当にわかるでしょ。看護婦あるあるですか、救急。あ、そうです、救急。救急なんかやっぱり具合が悪くなるのは大概夜なんだ。あ、なるほど。これは看護師あるあるなんですよ。あるあるだよね。あるある。夜はね、人が少ない気がしたら、ね、あ、なるほど。お医者さんも少なかったりするよね。同じことが起こってもバタバタしてる。要はあれやん、ドラマで緊急入って救急入ってきました、うん、でも研修医しかおれへんかって、その人がうわーってなってると、もう看護師さんの方がもうガーってやって、うん、研修医じっと見てるっていう、そういうのもあったりするの。そういうのどこにテンション上がってるんですか、それ。急にテンション上がる。研修医それで勉強して、まあ、1年後ぐらいになんかちょっと立派になっていくという、うん、看護師さんが育ててるみたいなあったりするやん。大学名とかあるかもしれないですね。そう、やっぱり、うん、ベテランの看護師さんが、うん、はいはい、もしだからそれが毎晩のようにあちこちの病院で起こってるわけですよ。そういう現場にお二人はいてね、うん、私たちみたいなこうぬるい職場にいるわけじゃないんで、ね、やっぱりピーポーピーポーって聞いたらガッてやっぱ上がるもん。上がるって何ですか。来た来たっていう、なんか緊張感はこうピシッとピシッとスイッチが入りますからね。じゃあ道歩いててもオフの時でもピーポーって言ったらガッてなんの。どうだろう、
も私はならないかな。ならないですね。もうスイッチ切ってます。スイッチ切ってます。ずっと痩せたら大変ですよ、もうそらね。パトカー来てもらったりとかして、ピーポー違いやで。それではですね、はい、歌いきましょうね。ハナースハウスには実はオリジナルの曲が2曲ありまして、前回はですね、本当は晴れ渡れなんですけど、はい、ゆきさんが思いっきり知れ渡れって言ったあの名曲が1曲ありまして、ね、はい、そして今回はですね、はい、あの時はちょっとね、晴れ渡れはテンポの速いポップな曲ですけど、ちょっとバラード系の曲で、うん、バラード、はい、曲がありますので、うん、これをじゃあ今週も勇気を持って、はい、この八重さんに曲紹介の方をしていただきたいと思いますので、はい、今回はきっと大丈夫だと思いますよ。期待してください、ね、はい、それでは八重さんに曲紹介をよろしくお願いいたします。はい、ナースハウスでありがとうの花束。言えた。耳すませばありがとうって声が聞こえてくる。ということで、はい、聞いていただきましたけど、これ実は先週ちょっと言いそびれましたけど、はい、曲を作られてるのが、うん、I Wish という昔ユニットで、はい、明日への扉というね、はい、こう相乗りという番組の主題歌でめちゃくちゃ売れた。相乗り、いつの間にか隙間空いた、テレレ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 レ、まだ知らない人、それを作られている、なおさんという方が作曲して、うん、そして、作詞は、ゆかのさんというですね、もともと実は看護師さんの、シンガーソングライターの方が書いたという、本当にちゃんとした曲というのも変ですけど、うん、しっかりした曲を、まあ、なおさんさん2曲歌いながら、うん、ライブでこうね、皆さんの前で歌ったり、なんと踊ったりなんかも、踊るねんね、踊るねんねなんていう、そうなんです。なので歩くねんね、そう、だからゆきさんなんかはそのライブのイベントの中でファッションショーとかもあるので。ファッションショーしてんの？あるんです。それは何の？あのナース服の、それは、え、各社の、じゃあ次は何とか社のナース服で、で次は何とか社のナース服でって、そうなの。野村さんもぜひ今度ね、ナースハウスのイベントを来ていただきたいと思います、うん、ね、俺偉そうに言えないですけど、その一緒に行くと、本当にね、普通のライブではまたちょっと違って面白いと思います。なんかステージからこういうのが出てたりする。あ、そうで、そこを歩くの。そうです、そうです。うわ、すごい、うん、でそこでもうなんかゆきさんのプロですから、お前スッ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 って出てきて、もカッカッってこう、うん、ポーズ決めてね、うん、っていうのをやっていたりするんです。なので皆さん今回をこう機にね、ナースハウスのちょっとこう知っていただいて、うん、でなんとですね、この今かけたありがとうの花束も入っている、はい、前回もかけました晴れ渡れという CD がですね、はいはい、なんと、タワーレコードを変えてしまうということで、いつ、いつ、まあ、いつってなんですか。もう変えるんですか。もう変えます。もう変えるんですか。だからあのインターネットでタワーレコード行ってもらって、はい、そこでナースハウスと検索するとそのページが出ますので、そこから買うことができます。アーティストですよ、来ていただいて。タワーレコードって言ったらもうレコードのタワーですよ。そうなんです。なので皆さんぜひ、見ていただいて、めちゃくちゃ有名な渋谷とかにあるとこでしょ。そうです、渋谷新宿店で、店頭で予約もできる。予約もできるの。そうです。そう、アーティストですよね、本当に。すごい。だって言ったらミスチル、スーパーフライ、ナーサウスって並んでるようなもんです。ほんまや。あとは皆さんがどれを選ぶかだけのことで。そう、いや、少なくとも、ね、なんとか、なんとか40度目ぐらいには勝ちたいですね。何とか40とか、数のやつね。数のやつね。こちらは数は多いわけです。ね、50人以上でしょ。50人以上いますので、ぜひ皆さんそちらもね、ご購入していただいて、いっぱい聴いてもらって、はい、ライブの方に行って、また楽しんでいただきたいというふうに思います。はい、ということで、2週にわたって、ナースハウスのお二人来ていただきまして、本当にどうもありがとうございました。また私たちもね、ちょっと機会見つけて、ね、見に行きたいと思いますので。ということで、今週もこんな感じでお会いいたい私、普通雄一と、嬉しいでした。そして、ナースハウスから、ややさんとゆきさんでした。本当にどうもありがとうございました。いしたはい。はい、ラジオはこんな感じで18分以上喋ってしまいました、はい、ああ、じゃあまた編集へね、そうですよね、細かな編集作業がね、小刻みなね、小刻みなやつが、でももう本当に切るとこないぐらいね、じっくりこういっぱい喋ってもらいましたので、大村さんのとこだけちょっと切ろうと思います。ああね、もう僕のとこもずっとこっからなくなってもええよ別に。ちょうど先ほどの1分にまとめてもらったところをね、綺麗に切ると引き入るところなので、あそこだけバッサリいこうと思います、ね、30秒ちょっとのね、30秒ちょっとのやつ。いや、そうなんです。でも本当にこうやってね、皆さんも初めてナースハウスのこう見てくれてる方もいるかもしれないですけど、本当にいろんなことをやってる人がね、まあ、しかも CD まで出してそうやって歌も歌ったり踊ったり、タワレコでしょ、すごい。タワレコって
そんな大変なことよ。いや大変なことですよ、そら。ウッさんの CD タワレコ出てる？ないです。ないでしょ？ないですよ。並ばしてもらったことないですね。いやそらもう、それ大きい通りに店出さなあかんのちゃうやんか。そうですよ、それなんで私の曲の振りをするんですか。そうですね、ここでは書けませんけど、けけど、ね、いやでもどうなんですか、実際そのややさんなんかそう CD がねタワーレコードとかで買えるというなっていう、はいはい、今のこの現実を受けてややさんの感想、率直にです、率直に嬉しいですね、はい、はい、なんかこう自分のまあ、みんなの CD が買えるっていうのを想像してなかったので、いやそうですね、だって看護師さんなんですもんね、普通、はい、いやそれはそうですよ、え、なんで歌を歌うことになったんですか、初めは、ね、初めはなんかいろんな看護師以外のこともできるような人たちが集まってきて、うん、で看護師 の, あのこう活動みたいなのを啓蒙していこうって集まりました、うん、それは病院の垣根を越えてみんな、うん、集まったわけですよね。で、でまあそんなことやってるのはまあわかりますと、うん。なんで CD になるの？なんで歌になったの？なんでダンスになったの？なんでそうなの？どこきっかけなんですかね。でもね、その本人たちが認識してる感覚で言うと、これメンバーですよね。はい、そうですね。って言ったよ、なんて言ったら、なんか言えないところに増えてる、言えない、なんかその私たちの活動に共感してくださった、うん、あのアイウィッシュのあなおさんが、あなおさんが共感してくださって、えーと、まあ、一緒にあの曲を提供してくださったのがきっかけで、なんかこれすごい、そういうのを考えたらさ、なんていうの、ナチュラルやね、もともとこういうナースの服着て、こういうユニットを作ったら、うん、あの目新しいから売れるんちゃうかっていう、その商業ベースで考えられたものではなくって、うん、元ほんまのナースの人たちが自分たちのことを、うん、活動の幅を広げてるところからそれに共感したアーティストが作ってくれたってことだよね。めっちゃナチュラルやん、こう作られた感がないやん。確かに確かに、だからもうナチュラル感がいいね。確かに ね、いやそれはそうです ね、うん、でも本人たちもそうでも、ね、あんまだから自分たちがアーティストだっていう意識じゃなくて、うん、今までやってることの中の延長線上にその CD とかが出てきたっていう、そうそう、いや自然発生的に、自然発生的にね、逆に言えばその動きを奈緒さんの心を動かすきっかけ、何かがあったわけだよね、うん、だからまあ生まれるべくして生まれてきた助産婦的なそうですね、優しいですよ、2人は。そうですよ、優しいですよ。でもみんなもうそんなんやね。そうそう、だからゆきさんなんかはもうそれはね、昔からそのモデルというのもまあ芸能活動の一つですから、うん、CD がね出るとかなったらそれ嬉しいですよね、うん、もう2年、3年前には考えられなかった。いやいや、ほんとそうですよ。ゆきさん、なんかそのナースネットワークがあるわけですか、全国に、全国にナースネットワークがあって、こんなんやるよってわ、うん、ーって知れ渡って、うん、まあ、私もやるわみたいな感じで集まってくるの。そう、これ人数でも、どういうこと、でも随時募集してますね、随時募集して、うん、あ、じゃあ僕も入れる、ダメですね、ナースじゃないですか、そうか、そこ忘れてたえ、じゃあもうぶっちゃけな話、ナースさんだったら、はい、私そのハウスに入りたいって手を挙げれば、うん、はい、あのナースハウスのフェイスブックから、うん、ええ、あ、申し込みできるんですか、していただけばできるよ、はい、あ、で面接かなんかやってちょっと誰それでそれで落ちる人っていうのも何なんだろうと思うんですけどあ、そう、もうそこは門が常に開いてるんですね、うん、はいはい、じゃあこれを見ている方たちでもしナースの方がいて、はい、ぜひ、それは極端な話75歳でもいいんですか、いいと思います、いいと思います、それはそれでまた面白いかもしれないね、途中でもうね、点滴とかしないで、ね、言ってんだね、本人はねあの、あれは、あとあの芸人さんのあのナスビさんとかはナス、それだからナスじゃないですよ、あ、ナスやけど、いや、ナスとナスとナスは全然違いますもんね、ダメですよ、ね、え、男の人はダメですよね、さすがに、あ、看護師さん、男の人は
嫌ですね。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 見た感じも嫌ですよね。嫌ですね。追って欲しくもない。いや、そんなことない。ドクターも断りやね。もう普段から偉そうにしてるしね。そんなこといいお医者さんもいっぱい。そうですかね。そう、だからいろんな話を聞こうと思っていくらでも聞けますけれども、ひとまずそのナースハウスというまあグループがね、皆さんあるということをぜひ覚えておいていただいて、で、本当にいろんなところでライブなどやってますので、それじゃあ Facebook とかで見るのが一番わかりやすいですかね。ナースハウスで検索したら出てくるんですか。はい、出てきます。あとホームページとかあるんですか。ホームページはまだないんですね。まだないです、うん、じゃあ Facebook でナース、うん、そうですかね。はい、もぜひ調べていただいて、先週も言いましたけれども、そのライブでもその日に誰が揃って出てくるかが本当に毎回わからないですから、うん、毎回レアなグループでやってるってことですよ、うん、そのメンバーでやるライブはもしかしたらそこでもう最初で最後かもしれない、ね、ってなったら多分追いかける人たちは大変ですね。ライブハウスによったらさ、あるところブッキングしましたと、はいはいはい、で今日50人来たでステージ入られへんやんってシフトあっちゃって ねそうそう、やるかもしれない、ね、で逆に今日は2人しかおりませんみたいなこともあるかもしれないです。だからそこもすごい面白いと思いますし、ね、曲もまたね、ここからまあ今2曲ですけど、なおさんこの間イベントの終わりでね、やっぱり曲もうちょっと増やしていかないといけないって言ってましたから、ね、そうだから今後ちょっとね、皆さん期待して見ていただきたいなというふうに思います。あとは A さん、ゆきさん、なんかこれは言っときたいってことありますかね。皆さん見ていただいてる方いっぱいいますので、これだけはちょっと一言ずつ、じゃあね、じゃあゆきさんから言ってみましょうか。イベントですか。イベント、うん、あれ4月いいんですよ。4月の7日のこれはね、これまだ大丈夫、あ、もう全然言えることがあったらいくらでも言っていただいてね。自分だみたいな、新しい iPhone ですよ。はい、上の方まで画面が全部ある iPhone です。そういうアイフォン、そこまで、そこまで画面ですか一番、そうなの。そう、あ、ほんまやね。ほんまですよ。4月7日、はいはいはい、4月7日に、ネオンテトラさんのライブにゲスト出演させていただくことになって、そうですよ、そういうのもいっぱい出てるわけですから、はいはい、場所は赤坂グラフィティ、グラフィティ、はい、で18時会場の18時半開演になってます、はい、なるほど、はい、いや、そういうのもぜひ遊びに来ていただきたい、はい、ということですよね、はい、あと大丈夫ですか。そう、ゆきさんもう言い残すことないですか。はい、はい、じゃあ A さんにもちょっと一言いただきましょう。せっかくね、2週にわたって来ていただきましたから、はい、ナースハウスを代表してちょっとこうね、ちょっとずつハードル上げてるでしょ。代表してちょっと最終的に面白いことになったらいいですけど、ね、でわーっと盛り上がってさようなら、最後ですからね、よろしくお願いします、はい、じゃあ私の方からもちょっと宣伝をどうぞさせていただきたいんですけど、はい、同じ日ですね、4月の7日に、はい、ナースハウスで、はい、新宿でですね、新宿で、はい、ベビーマッサージ、ベビーマッサージ、ベビーマッサージを、まあ、講師の、まあ、リーダーが講師として立って、はいはいはい、指導させていただくんですけど、はい、ベビーマッサージと赤ちゃん連れてきてくださった大好きなので、お昼寝アートとか、お昼寝アートなんかよく最近流行ってるじゃないですか。お昼寝アート流行なんか赤ちゃんのなんか、なんていうんですか、赤ちゃんを赤ちゃんを例えば1歳だったら赤ちゃんを寝かせて、この文字を作ったりとかして、赤ちゃんで文字を作るの。なんていうんですか。一文字。先生ちょっと。一文字。一文字じゃないですよ。こうやってすとかそういうことじゃなく。じゃないの？寝かせて可愛くお洋服着させて、1歳の誕生日だったら、周りにこうアレンジ、こう、なんていうんですかね、物を置いたりとか、こう。ね、お祝いしてそれを記念に撮影するっていうのがあるんですよね。伝わりましたか、小村さん。なんとなく分かりました。なんとなく分かりました。本当に流行ってるんですよ。本当に流行ってるんですか。やってはないですけど、いっぱいもうお友達の子供とか写真がアップされてます。そういうのもやってるわけですね。そうそう、だから歌とかのそういうライブだけじゃなく、そういうなんかこうね、ベビーマッサージであったりとか、ライブとか行くとハンドマッサージというのやってくれるの。やってくれたりします、はい、
はい、CD 買うと CD いや買うとハンドマッサージ付き握手じゃないですからもなハンドマッサージハンドマッサージ、時には点滴とか点滴どんだけ点滴してる病院ですか親父さんに病院行ってくださいって言われてますよね点滴したい人は病院行ってくださいですもんねそうなんですだから皆さんちょっとこうねあの怖いというイメージがある病院であったり、はい、お医者さん看護師さんであったりするところに少しこうね、はい親近感を持っていただけるようなイベントをたくさんナースハウスがやっておりますので、はいはいFacebook の方でナースハウスを検索して、はい、探して見に行っていただきたいなというふうに思います、はい、ということで長い時間お二人ともどうもありがとうございました。YouTube の方はまた来週でございます、はい、それでは皆さんまた来週さようなら。